はい、こんにちは、総合監督と申します。ウイニングレブン2021、マイクラブ実況プレイを始めていきたいと思います。さあ、今回ですけれどもね、4月22日木曜日、メンテコにやってくる週刊 FP ガチャの速報予想をやっていきたいと思います。はい、速報予想ですね。月曜の朝にできるだけ早くお届けするもので、最後の重鎮予想はございません。でね、申し訳ないんですけれども、今週もですね、重鎮予想はお休みさせていただきます。で、リーグごとに紹介していくんですけれども、ビッグクラブ中心になります。中堅クラブ以下は、漏れが多くなると思います。あと、個人的な話になりますが、本職の勤務日によってですね、まあ、この速報予想動画自体が上げれない週もございます。ちなみにね、来週、その翌週ですね、翌週もその翌々週、翌週はね祝日翌々週はゴールデンウィーク後すぐということで、おそらくねこれね2週ぐらい週刊 FP ガチャないと思われます。はい、でね、今週ね、カップ戦、欧州カップ戦、 FA カップ、まあプレミアだったら FA カップがいくつか行われて、まあFA カップのない試合は行われたりしたんですけれども、あとはね、まあラリーガの方ではね、バルセルナとビルバオのね、まあこちらもカップ戦、コパのね決勝があったんで、オランダとかもね、カップ戦によってほぼ結構ね試合かなり少なかったんですよね。はい、ということで、まあとりあえず今週ねやっていきたいと思います。それでは行きましょう。では早速参りましょう。イングリッシュプレミアリーグからいきたいと思います。まずはエバートン VS トッテナム、2対2の引き分けでした。はい、2対2の引き分けでしたけれども、こちらね固め打ちした2人がねやってくるんじゃないかなということでご紹介させていただきます。まずは背番号10番、トッテナムの10番ですね、トッテナムじゃないごめんなさい、エバートンの10番ですね、まあ、各チームの10番なんですけれども、はい、まずはこちらギルフィー・シグルズソンですね、こちら PK によるゴール、そしてねサイドからまあクロスを合わせた形のゴールですね、2ゴールの活躍期待度は大。はい、次行きましょう。相手チームですね、トッテナムの方から、はい、トッテナムの10番といえば、はい、この人ですね、ハリー・ケインです。まあ、やはりエースのね、仕事きっちり果たします。2ゴールの活躍を期待度はこちらも大。はい、ということで次いきます。アーセナル VS フルハムですね、1対1の引き分けでした。まあ、特にアーセナルからね来る選手はねちょっといなさそうだなというのがね、僕の印象です。フルハムからも一緒ですね。で、マンチェスターユナイテッド VS、バンリー、マンチェスターユナイテッドが3対1でね、勝利しております。ここも結構ねほぼほぼ来るんじゃないかなと思ってます。はい、さっきのようにもね可能性としては高いんじゃないかなと思います。メイソン・グリーンウッドですね、2ゴールの活躍の期待度は大。しっかり勝ってますしね、パートナーシップクラブということでね、可能性は非常に高いんじゃないかなと思います。この19歳のスーパーサブですね、まあ非常に人気銘柄でございますということで、あとですね、ポグバのワンアシストもちょっとね気になるところですね。はい、ポグバワンアシストの活躍期待度はこちらは師匠。そしてラッシュフォードなんかもねワンアシストの活躍しておりますが、まあここは特にね来る可能性としては低いんじゃないかなと思います。来たとしても FP ラッシュフォードにもねアイコニックモメント、ラッシュフォードの方がねもう人気殺到というかみんな持ってますからね、なぜか。はい、であとはカバーニなんかもアンゴール上げてます。はい、まあここもね、まあ、終了間際のゴールということで、まあ、特にここはただそこまで来る可能性としてはないかなという感じがしますね。はい、ということで以上イングリッシュプレミアリーグでした。続いてセリエ A 行きたいと思います。まずはミラン VS ジェノアですね、2対1でミランが勝利しております。ミラン、今シーズンのミランはしぶとく勝ち点しっかり取ってきますね。はい、こちらシモンケアですね、まずは、まあ、ゴールもアシストもございませんでしたが、マウザマッチの活躍として期待度は小、まあ、来る可能性としてはあるかなという感じがねします。あとピエール・カリルですね、こちらワンアシストの活躍でした。こちらも期待度は小。はい、こちら20歳と若い選手です。では次行きたいと思います。ラツィオ VS ベネベント、はい、5対3というね、スコアでラツィオが勝利してます。そこで2ゴールを上げる活躍でした。チーロインモービレですね、はい、ここで、ね、結構ねゴールとか奪ってるんですけれども、なかなか FP 化されないなという印象です。はい、2ゴールの活躍期待度は中。はい、では次行きましょう。アタランタ VS ユベントスですね、はい、アタランタが1対0で勝利してます。ユベントスちょっと元気がない、ロナウドもね怪我でね、欠場ということで、はい、ワンゴールの活躍じゃない、ごめんなさい。こちら、ホセ・パロミーノですね、ここがですね、まあ、無失点、特にこちらもねマーブ・ザ・マッチの活躍ということで、まあ、来る可能性としてはあるかなという印象です。あとはねトリノ VS ローマ、3対1でトリノが勝利しているのと、まあ、ローマエブ打ってるんでね誰か来てもおかしくないかなという気がしますが、皆さんね、非常に評価点低かった。でナポリ VS インテル、こちらね、まあ、ビッグクラブ中同士のね試合になってるんで、まあね、ちょっと誰か来そうだなというね名前挙げれないんですけどね、ちょっと難しいけども、まあこういう試合ってねどっちかからもね出る可能性としてはあるんで、一応ね、まあチェックしていただけたらなと思います。はい、1対1の引き分けですね。はい、ということで以上イタリアセリエ A でした。
続いてこちらフランスリーグアンの方行きたいと思います。フランスリーグアンからこのチームだけご紹介しておきましょう。パリサンジェルマン VS サンティエンヌ、3対2でパリサンジェルマンが勝利しております。パリにとっては大きな勝利になったとね、実況の人が言ってました、はい。ちなみにムーバッペ、キリアン・ムーバッペ、こちら2ゴールの活躍です。期待度アッチュ可能性としてはあるんですが、なんか一緒に抱き合わせでね、あのチャンピオンズリーグのガチャがね、このタイミングでベスト8のガチャがこのタイミングで来る可能性あるんじゃないかなということで、まあ、そちらの方がね来ればね、まあおそらくマッペがそこに入ってくるんじゃないかなと思ってます、はい。まあ、ただそこで入ってこなかったら十分今回可能性があるんじゃないかなということで名前挙げさせていただきました。キリアン・ムバペ2ゴールの活躍期待度アッチュ。あとですね、終了間際本当あの値千金のゴールを決めたこの選手マウロ・イカルディですね、怪我から復帰後初ゴールということで、まあ、ここも可能性としてはあるんじゃないかなと思います。期待度はこちらも中、はい、ということで以上。続きましてドイツブンデスリーガーの方行きたいと思います。まずはですねフライブルク VS シャルケ4対0でまたシャルケ敗れております。これもうやばいぞ降格危機、はい。次行きます。やったね、はい。バイエルンミュンヘン行きましょう。ボルクスブルグ VS バイエルンミュンヘン2対3でバイエルンが勝利してます。はい、来ました、ここですね。ジャマル・ムシアラ覚えてますでしょうか。チャンピオンズリーグのベスト16のね、ファーストレグの方のガチャで来たねこの新星ですよ。スーパーサブがついた OMF めちゃめちゃね上限レベルも高いんですよ。こちら2ゴールの活躍期待度は大、マオモザンマッチだ、これは来たでしょうということでね、もう今回のガチャの目玉になること間違いなしですね、こちらはね。はい、あとはですね、まあもうこの選手が来なかったら、一応このエリック・シュポ・モティングですね。この選手なんか1ゴールの活躍でね、まああの評価点も申し分なかったので、まあこっちが来ちゃうかなという可能性もちょっとあるかなという気がします。期待度は中。こっちもスマサをついてます。はい。次行きましょう。レバクゼン VS コロン。レバークーゼンですね、はい。3対0でレバークーゼン勝利しております。ここも活躍しましたよということで、ご紹介しておきましょう。レオンベリー、はい。2ゴール1アシストの活躍です。まあ言うたら全ゴールに絡んでるってことですね。マウンズマッチの活躍、こちらもねなんとスパサブついてます。しかも若いということでね、結構この選手ねあの FP 化されるかなと思って1回ぐらいされたのかな、クラブセレクションとかで、なんかとにかく週間で出たことはないので、僕期待度高まりますよね、ここね。期待度は大、ここも来てほしい。であとはねディアビなんかもね、1ゴール1アシストの活躍でした。どこに行ったんだディアビ、はい。ディアビ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 、はい、ディアビちょっと見つからないんでね、もうほっときましょうか。ありましたね、はい、ムサディアビですね。こちら1ゴール1アシストの活躍です。期待度は中。まあでもできたらねこっちもスマホもついてれないかいということで、以上ドイツブンデスリーガでした。では最後ですね、スペインラリーガの方行きたいと思います。まずはねこちらリーグ戦じゃないんですけれども、コパの決勝ですね。バルセロナとね、まあ、あのアスレチックビルバオやって、4対0でバルセロナが勝利して、バルセロナ優勝してます。はい、おめでとうございます。メッシのね、あのみんななんか記念撮影ねしてましたね。みんな喜んでメッシと撮りたい撮りたいみたいな感じになってたみたいです。はい、ということでね、まあそれを置いといて、では行きましょう。まずはこちら行きたいと思います。ビジャレアルですね。レバンテバーサスビジャレアル1対5でビジャレアルが勝利しております。はい、この選手僕ちょっと個人的に来るんじゃないかなと思ったのでね、名前挙げておきたいと思います。サミュエル・チュク・ウェゼですね。この選手21歳の若者ですね。78と、まあ上限レベルもかなり高いんで、FP 化されれば結構ね、人気するんじゃないかなと思います。ちょっと右の見てみるだというとか、まあ、サイドの選手なんでちょっと若干使いにくいかなという感じはしますがね、来そうだなということで、こちら2ゴールの活躍です。マモザマチの活躍期待度は大、はい。あとはねパレホなんかもねちょっと可能性としてはあるんじゃないかなと思います。こちら2アシストの活躍でした。期待度は中。こういう時にパレホってよくねピュッと出てきますからね、はい。次行きましょう。こっちから行こうか。アトレティコマドリーから行きたいと思います、はい。アトレティコマドリー VS エイバルですね。5対0でアトレティコ勝利してます。飛車角なかったんちゃうんかアトレティコって感じですけれどもね、最下位エイバルですからねこれね、はい。5対0で勝ったということで、はい。あのスアレスとね、フェニックスがね、まあ、どっちも、ね、怪我で欠いてるんですけれどもね、それでもしぶとくというかね、もう快勝じゃないですか完全にね。カラスコこちら1ゴール2アシストの活躍でした。こちら期待度中。元アトレティコの10番ですね、中国行って帰ってきて背番号21番ぐらいになってるのかな。あとはこちらですね、アンヘルコレです、はい。こちら2ゴール1アシストの活躍でした。期待度は大、はい。選手層いつの間にか熱いじゃないかいアトレティコで、もう一人ですねこちらも名前挙げときましょう。
もう完全に覚醒してますね、ジョレンテ。こちらもですね、2ゴールの活躍です。期待度は大。こっちはマン・オブ・ザ・マッチの活躍です。はい、まあ、正直ね、このジョレンテ、もしくはコレア、どっちかが出てくるんじゃないかなと思うんですけれどもね、どっちも本当にね、期待度大。まあ、僕は若干ジョレンテかなという感じがします。はい。ということで、以上、アトレティコ・マドリです。はい。では最後ですね、ヘタフェ VS レアル・マドリですね、もうこちら、飛車はあるけど、角、金、銀、桂馬、強者ぐらいもうないぞみたいな状態でした。怪我人続出、右サイドバック。ルーカス・バスケスがね、前節、まあ、バルセロナ戦でね、怪我しちゃいまして、今シーズン絶望かみたいな感じなんですけれども、カルバハルが間に合わない。やばいよ、これ。ということでね、もう、下部組織からもう、総動員してね、チームを作ったんですけれども、やっぱりね、厳しかった。はい。ゴールは生まれなかった。しかも、ナチョもね、累積で出場停止、カゼミーロもいない。もう、めちゃくちゃです。フェデリコ・バロベルデはさらにね、コロナの、なんだったかな、濃厚接触者がなったのかな。隔離になっちゃってもうめちゃくちゃですよ。全然もう休ませるみたいな、もう捨て試合、地獄地獄はい、もうやる前から見たくないみたいな状態でしたが、この選手だけが活躍してくれた、ティポー・クルトワ。はい、ここね、正直ね、ゴールキーパー他の、ね、チームでもね、活躍した選手がいるので、FP ガチャに搭載されるかと言われれば、期待度的には中かなという感じがするんですけれども、調子 A だった時ですね、この調子が A になる可能性は僕は非常に高いと見てます。で、調子 A になればですね、来週再来週とおそらくライブアップでないんですね、これね。ライブアップでなかったらどうなるかと言いますと、調子 A のゴールキーパークルトワがね、健在なんですよ。皆さん持ってたらね、まあ、結構今作もね、最強のゴールキーパーとね、名高いですから、クルトワは。なので、まあ、このね、休み期間、ゴールデンウィークの期間とかね、ガッチリ来たるんじゃないかなと思ってます。はい。ということで、ティーボー来ると、まあ、来たらいいですね、マジでね。はい。ということで、以上、スペインラリーガでした。はい。ということで、いかがだったでしょうか。以上が週刊 FP ガチャの速報予想でした。まあ、やっぱりね、今回のガチャ、なんといってもね、若手がね、おそらくね、多く、出てくるんじゃないかなと思います。バイエルンのね、まあ、目玉に投げる虫やら、あとはね、ヘレバ空前のレオン・ベリー、あとはまあ、ジョレンテとかね、はい。あとはグリーンウッドですかね、マンチェスター・ユナイテッドの、もうスパサブでありながら若いという選手がね、かなり入ってくるんじゃないかなと思います。あとはケインとかね、ケイン・ムバッペ、まあ、どっちか出てくるんじゃないかなという感じでね、プンプンするんですけれど、もね、ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。来週の、ね、週刊 FP ガチャ速報予想は、まあ、お休みですね、はい、木曜日がもうライブ、祝日なので、おそらく週刊 FP ガチャ来週はないのでお休みです。速報、速報と11予想ともにお休み。再来週もね、ここゴールデンウィーク明けてすぐなんで、FP 会議みたいになるもの、そんなもんないと思われるので、ここもね、お休みさせていただきたいと思います。というか、もうないない FP ガチャは来週再来週ない、間違いないこれは。ということで、はい、まあ、皆さんね、良い祝日を、良い休日をか、はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。